河合由実が明かす飛躍支えるノートの存在、お茶の間に発見され、新境地、奥深すぎる元の自分。河合由実インタビュー。今、最も話題の女優、河合由実、23。3月末に最終回を迎えた TBS 金曜ドラマ、不適切にも程がある。では、昭和のヤンキー、純子を講演し、知名度を一気に高めた。今月スタートしたテレビ、東京ドラマ、ルート、火曜深夜 0.30 で、地上波ドラマ初主演。お茶の間の心を捉える、高い演技力を支える秘密に迫った。中村彩香。ちょめちょめ、にゃんにゃん、まびい。現代では、死語となった、昭和の言葉の数々が登場した、ふてほど。撮影中、河合は、ノートに、綺麗な文字で言葉を書き込んでいった。19歳でデビューした時から書いて、日々の考えをまとめています。シーンのことや、普段思ったこと、映画などを見た作品の感想を、気ままに書いています。2019年のデビューから5年間で出演した映画は20本以上。実は、ふてほど以前から若き演技派として映画やドラマ業界ではその名が知られ、数々の賞を受賞している。その表現の源となっているのがノートだ。普段は脚本を読んで感じたことだったり、こういうテーマを持って、望むみたいなことを書くことが多いんですけど、ふてほどはとにかくわからないワードを書き出してしました。笑い。それを調べてチェックして、という風に使っていました。地上波連続ドラマ初レギュラーだった、ふてほどでは、昭和のスケバン、純子に完全変貌し、お茶の間の心を掴んで、令和の山口百恵と絶賛された。2000年、平重に生まれとあって、主演の阿部サダヲが発していた不適切用語は、外国語のように聞こえたが、何度もページをめくり、言葉を体にも染み込ませ、説得力のある演技を繰り出した。インタビューで向き合う河合は、質問を冷静に考え、丁寧に答えていく。ストレートに感情を表現し、時には啖呵を切る純子とは、真逆の印象だ。元の自分は、ルートの主人公のレイナの方が近いですね。人年齢も近いし、喋り方や声の出し方も、自分の元からほとんど足し引きをしていないような状態で演じていた気がしますと、自己分析する。ルートは、青年コミック誌、ビッグコミックスペリオール、小学館のデジタル漫画レーベル、ダルパナで連載中の、ルート・オブ・オッド・タクシーで描かれる。若手探偵コンビの奮闘劇を元にしたドラマオリジナル作。演じるのはクールな19歳の探偵、レイナだ。ゆっくりと静かに語る目の前の姿に冷静沈着な素顔を想像してうなずいると、河合は突然、でも家の中では純子かもしれないですと無邪気ににやり。一変した表情に女優、河合由実の底知れぬ奥深さを感じた。ふてほどの反響は素直に嬉しく受け止めていた。私が出演した作品が話題になったり、自分に注目してもらえたりすることで、その後の作品がより多くの人に伝わり、見てもらえる可能性が広がる。初めて、家族で楽しみに見てるよという声が届きました。今最も注目の女優として、6月には主演映画、アンのこと、声優初挑戦でメインキャラクターを演じたアニメ映画、ルックバックの公開が控える。この現場にもノートを持参した。お仕事を始めてからノートは切らさないです。6から7冊くらいになるかもしれません。増えていくノートの分だけ、女優としての厚みも増してゆく。ルートは、河合と俳優、坂東龍太、26、による、
ニコイチ若手探偵バディが事件に迫る奮闘劇。愛嬌ゼロの先輩探偵、レイナを河合が、強運のポジティブ新人、佐藤を坂東が演じる。実は、河合と坂東は、同じ芸能事務所、ドンギュークラブ所属。気の置けない先輩とのダブル主演とあり、リラックスして、撮影に臨むことができましたとはにかんだ。私生活のバディは、の質問には、ためらうことなく、ノートと答えた。河合由美2000年、平12、12月19日生まれ、東京都出身の23歳。19年に映画、よどみなく、やまないでデビュー。2021年の映画、優子の天秤、サマーフィルムに乗っての演技が評価され、第43回横浜映画祭、第95回キネマ旬報ベスト10、第64回ブルーリボン賞と、数多くの新人賞を受賞した。特技はダンス、歌、絵、1メートル66、血液型 A。